シユう合流のナンバー、アイ、平野ら用泥臭いよれ、下ネタ解禁、出脱王子狙う反対棒の報道が飛び込んできました。元キングピンス。 キンプリの岸優太が10月15日、滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社、とべ、への介入を発表し、同時に、元キンプリ平野志陽及び神宮寺優太との新グループナンバーアイ、ナンバーアイの結成を報告しました。この発表により、ファンたちはナンバーアイの未来と、岸優太と平野志陽が新たな道を歩むことへの期待が高まっています。 ナンバーアイの命名者であるキシ太タはグループ名について次のように説明しました。引きで見るとナンバーワンにも見えるじゃん。でも実はアイで、そのアイがオンリーワンみたいな感じもあったり、一番を目指すっていうのは大切なことですけど、それ以上に大切なのってその道筋だと思うんですよ。その中で僕たちらしくどう輝けるか。 僕たちらしく、いかに楽しめるか。その中で、ファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるかっていう、と、グループ名に込めた思いを熱く語りました。一方、平野耀は、今後の活動について、音楽でやっぱり幸せにしたい、もっと突き詰めたものをやっていって、もっとこう、振り切ったものをやっていって、その中で自分たちらしさを見つけて、 と、音楽の道を追求する決意を表明し、いい意味でも悪い意味でも、失敗した姿も見せていいと思う、泥臭い俺たちも見てもらいたい、とコメントしました。騎士ユータも似たような思いを語り、丸裸な部分を見せていくというか、人間らしさっていうか、それを見せていきたいですよね、と、ナンバーアイの新しい姿勢に期待を寄せています。 一方で、ファンの中には、ナンバーアイにさらなるメンバーの合流を望む声もあります。ネット上では、もうこうなったら、レン君、アマ君、岩地も、ナンバーアイに合流すればいいと思う。と、キンプリの長瀬角や高橋山、元メンバーの岩橋玄樹が飛べに移籍することを期待する声も聞かれます。 一方で、ジャニーズ事務所の社名変更やタッキーの性加害問題に関する報道には、複雑な感情を抱くファンも存在しているようです。さらに、ナンバー・アイのロゴマークについても議論が巻き起こっています。一部ネットニュースが、デザインへの盗作疑惑が浮上している、と報道し、ファンからは賛否両論が上がっています。一部は、これまるパクリでしょ。 フォントもほぼ同じ、と指摘し、他の一部は、ニューヨークヤンキースのロゴだってこんな感じだし、よくあるデザインだと思う、と擁護する声も聞かれます。最も注目されるのは、平野潮の、下ネタ解禁、という新しいアプローチです。彼は以前のイメージとは一線を画し、ファンに対して素直で率直な姿勢を見せています。 平野は、お胸かお尻どちらが好きという質問に対してショック受ける方もいそう。だけど人間ですからあるよ。M 正直に言うとマジでどっちも、好き。と答えました。また、自分たちのライブとかでしか話してないからね。M、なぜなら絶対カットだったから、ショー。と、ジャニーズ時代は下ネタ NG であったことを告白しました。 これらの発言から、ナンバー・ I メンバーが新しいイメージを構築しようとしていることが伺えます。ジャニーズ時代のキラキラ王子様路線から脱却し、より自分たちらしい音楽とアプローチを模索しているようです。最終的にファンたちはナンバー・ I として、 どこまで新しい道を切り開くのか、そして、キシユタと平野紫耀がどれだけファンと共感できるかに期待を寄せています。ファンとアーティストの新たな旅路が幕を開けました。ファンの待望の発表から、ナンバーアイの新たなスタートに対する期待が高まっています。キシユタと平野紫耀がキが金プリのイメージから脱却し、新しい道を模索している姿勢は、 ファンによって熱い支持を得ています。今後の彼らの活動にますます注目が集まります。